この道を抜ければ鬼付き村だ。ここでも十分薄気味悪い場所だけどな。そうかな。ただの砂漠にしか見えんけど。ケン、一つお前に謝っておくことがある。はい？なんだ。実はな、俺がいつも持っているショットガンなんだが。壊れた？ぶっ壊れちまって今修理に出してるんだ。戦力にならないってな。だからどうした？わからねえか。鬼付きに襲われても俺は何もできねえかもしれねえんだよ。いや、何もできねえだろ最初から。お前はここまでで十分だ。一旦引き返す。一旦引き返す。待てバカ野郎、ここまで来て今さら引き返せるか。貴様に顔向けできねえ。何よりあいつに言う男らしさを。いや、なんでもねえ。目的変わってんじゃねえか。なんか言ってやるよ。とにかく俺は何が何でもお前を案内する。さっさと車を出しやがれ。あ、車で行くんだ。なんか歩いていく感出してたのに。さあ、車で来たんかな。どうなんだろう。おい、ケン、引き返すなら今だぜ。おい、何言ってんだよお前。怖いのか。どれが怖いだ。俺はエデン英雄隊長のジャグル様だぞ。逃げていようが、じゃがっていようが、頭引っ抜いてお手玉にしやるよ。ああ、大丈夫か。エビか。石でも踏んじまったか。骨か。お手玉にして遊ぶのではなかったのか。やばいってけん。もうここは奴らの縄張りだ。そのようだな。周りを見てみろ。マジか。もういいの？おーおーおー。ジャグラ、俺から離れるな。はい。ヒロインになってるぞ、ジャグレー。お、いるじゃん、いるじゃん。ネクロマンシーみたいなやついんのかよ。うえー、本当にゾンビ系じゃん。なんで。モヒカンゾンビ。ここが奴らの巣のようだ。おい、待てよ。俺の後ろにいろ、ジャグラ。北斗神拳効くのか。うん、破壊されないぞ、内部破壊が。やはりな。見てみろ、ジャグレ。何をだよ。ん？あ、浄化された。どうなってんだこりゃ。説明は後。来るぞ。行くぜ。鬼付き。鬼付きって名前なんだ。なんか意外と弱いぞこいつら。一発ずつぐらいでやれるの。終わったー。ふいふいふい。いて、ふいふいふい。じゃあくれ、頼んだ。オッケー。まだ出てくる感じ？なんか投げられたぞ、じゃあくれ。うんこじゃねえか。うんこ殴られてる。うんこ投げられて怒ってるぞ、ジャグレー。あ、どこ行った？あれ？どうも。終わったー。いた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 。オッケー。井戸から出てこないか。
そこだやっぱいるんじゃねえか。サダコサダコインスピレーション、なんか数多くね。おい、ちょっとみんなみんなみんなやめろ、みんな。あたあた、めっちゃ出てくんな。終わった、タイミング悪い。うわーうわー、結構強いやばいな、マジで出てくんじゃん。痛い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 、あたたた、終わり。さあ、ジャグレー。どうしたんだ一体。なんでもねえよ、すまなかったな。ああ、ちょっと多いね。なんかデカめの人も来たな。ああ。くそ、こいつは一体何なんだよ。化け物だよ。けけ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 、ちょっと数が多いな。くらえ、くそ、ちょっと待って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 、ああ解放、強えな、さすがに強えな、こいつ。ほら終わりだ、ちょっとやめてくれ、それやめてくれ。よいしょ、ちょ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 、ザコが多い、ザコ多いんだけど攻撃が意外と強いんだよな。終わったー、終わりか、こいつで終わりか。溜めて、いた、はい、よいしょ、Cです、これは C です。ありがとう、ケンシーさん。説明しろよ、ケン、こいつらはどうしてこんな、なんかなんとか神剣なのか。またこの鬼月たちはこの前のお前と同じく、あ、今日の剣を受け心を壊された人間たちだ。今日のやつか。なんだって、どういうことだ。つまりここにいる鬼月たちの正体は明と騎兵剣でやられた者たちの末路。ジャグレもこうなってたのか。もしあの時俺も手遅れだったら。ああ、今頃お前もこうなっていただろう。もっと感謝してよ俺に。そわそわするだけでゾッとするぜ。ジャグレ、先を急ぐぞ。どうした、ジャグレ。ジャグレ、ケン、俺はここに残るぜ。残る、なんで。何、俺は弔いエデンの衛兵隊長だ。俺たち衛兵隊がもっと早く凶王を倒していれば、こいつらは鬼付きにならずに済んだかもしれねえ。そう思うとよ、なんかすげえやりきれねえんだ。だからせめてこいつらは俺の手で埋葬してやりてんだよ。ジャグレ、心配すんなって。ここら辺の鬼付きは多分剣が全部倒してくれたしよ。それにこいつらが生きてたって証を作ってやりてんだ。わかった、俺は山頂へ行く。下山の時ここで合流しよう。大丈夫か、ジャグレ、マジで大丈夫か。いねえしあいついねえぞ、やばいって。絶対なんか凶王とか出てきてさ、また精神破壊されるんじゃない。
あ、もう頂上ついてた。ようやく山頂か。いるね。驚いた。まさか鬼月村を抜けてここに来る者がいようとは。謎の男。この山で生きる者だ。鬼月の集落を通らずにここへ来る道を知っている。あれ、この人ここで何をしている？貴様の父さんじゃない？山の主として秩序を壊す者を排除しに来た。顔めっちゃ似てない？え、何県？何県？愛する娘、キサナのため。ほらやっぱり死んでくれ。ほらやっぱり父さんじゃん、謎の男。ちょっと待って、あんま体力ねえんだよな今。頑張ろう。おい、行って。こういう時は待ち続けるのは私の宿命。ああ、ユリア、俺に力を。待って。力もらえたんだけどね。ちなみに一発も攻撃当てられなかったっていう。おらららら、いて。それはずるくない、さすがに。行くぜ、シン。入って入って、どうだ、ほら、どうだ。それにちょっと強いな。行って、あぶれ。よいしょ。ほい。痛い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 。ふんふんふん。あっ、あっ。どうした？痛え！やべ、体力ない。ちょっと一回回復させて。装備じゃない。なんかいいのないかな。これめっちゃ強いな。さすがに強すぎかな。超回復ぐらいで。本当に少しか回復しねえな。買っちゃおうわ。よし。あいほう。よし。いけ。はい。いって。なんで。くそ。ほい。ほい。ほい。やばい、こいつ強いぞ。ほら。ほい。奥義。北斗八門九段。くそ、なんかこいつ強いな。おい、どうだ、もう一発いくぞ。北斗八門九段。いって構えて飛行アタック。くそ、無理か。さあ、さすがに強い。ほっ、甘い。ほい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 、甘い。ほいほいほい、あたたたたたた。ほいちゃう、じゃほら、あた、いて、いて、いて。ほいほい、あた、ほいた。飛行チャンス、くそ。俺の飛行チャンス、飛行チャンスいけないか。くそ、ダメか、飛行チャンス。うえ、逆にね、かかっといては。なそれ。ちょっとなんか飛ばすのはダメだって。うわ、なんやねんそれ。聞いてない聞いてない。それも聞いてないわ。ちょっと聞いてないわ、さちょっとまだダメだと思う。痛い。来いよ。いえ、今完全に避けたはず。ほいほい、ほらほら、おらららららら、ほいや。ほっ、甘い。くそ、なかなか飛行チャンスが来ないから必殺技ができない。ちょっと百裂拳中なんですけど。ふっ、痛い、お前死にそう。
本気で死にそう。いかん。うわー、ちょ、わけのわからん技使ってくんのやめてほしいな。一番強いわ今までで。こんな戦いが長引いたことないんだけど。ほいほいほいや。いや、終わりだ。甘い。終わりだ。なんで？オッケー。強かった。さすが貴様父。これが北斗神拳か。はあ、お前が名代なのか。生きてたんかお前。あの子は。キサナは元気にやっているか。エデンの創始者ナダイ。キサナから父親は死んだと聞いていたが。ね。キサナは私を殺したとでも言っているのか。ね、言ってた。ああ。あいつの勘違いだ。人をどの程度傷つけると死ぬか分かっておらんのだよ。私はキサナに刺された後、自ら姿を消したのだ。なぜ生きていることを隠している？どうして娘を助けてやらないんだ？私が生きていると知れば、頼りたい気持ちと殺したい気持ちの狭間で葛藤するだけ。だから私はこの場所からキサナのことを見守ることにしたのだ。ここから？だがまさに今、キサナはお前のことを頼りにしているはず。スフィアシティの扉が閉まったことも含めてな。やっぱ分かってんのか。知っていたのか。見えねえだろこっからじゃ。下を見ればわかる。本当かよ。本当かよ。本当に分かんのかこっから。扉閉まってんなーって。あ、ユリア。ユリア分かるけどさ、ドアは分かんないじゃん、さすがに。ユリア。あの者が奇跡の間に入ったことで扉は閉まったのだ。彼女が目覚め寝台から起き上がらない限り扉は開かない。どういうことだ？重し扉に似た仕掛けになっているのだ。奇跡の間の寝台に人が出るとスフィアシティの扉は閉まる。なぜそこまで知っている？そっか、前お母さんがそこにいたのか。重傷を負った妻をあの場所に入れたことがあるからだ。そうか、そういうことか。なんだと。だから扉開いたんだね、キサナの時。何としても妻を助けたかった私は、スフィアシティにある石板に記されていた情報を頼りに、どんな怪我も治癒できるという奇跡の間の存在を知った。そして藁にもすがる思いで妻をあの寝台に寝かせたのだ。どうなったんだ？驚くべきことに本当に傷は癒えていったよ。でもなんで殺したんだ？そうなるとおそらくユリアというあの女性の怪我も治るに違いない。なんか性格が変わっちゃうとか、記憶がなくなっちゃうとか副作用があるのか。北斗の男、一つ頼まれてほしいことがある。なんだ？私の代わりにキサナを守ってやってほしい。守る？キサナから聞いているだろうが、あの子は私を恨んでいる。母親を殺した殺人者としてな。今さら生きてましたと言って姿を現し助けてやろうとしても戸惑うだけだ。まあそりゃそうだろうな。頼まれる前に一つ聞きたい。本当に殺したのか？どうして奇跡の間に入れてまで助けようとした妻を自らの手で殺したんだ？うん、俺には理解できない。最愛の妻を殺めるような人間はお前に何がわかる？
いや、言えってだから。言ったらちょっと理解できるかもよ。本当の恐ろしさを知らないお前に何が。ちょっと、それは違うでしょ。妻は奇跡の間に行くことを拒んだ。エデンを治める者として立ち入りを禁じた場所に入ってはならないと。だが俺は諦められなかった。だから苦しむ妻を連れ奇跡の間に行った。だが何があったんだ。もう返そう。なんで禁止の魔王創始者が自ら作って、それでダメだからダメなんだみたいな話になってるんだろう。創始者ならどこでも入っていいよってすればいいのに。俺は王だから何でもいいぜみたいな。あなたもうダメよ。安心しろ、傷は治ってきている。いいえ、あの砂が落ちる前に私の体は治らない。砂？あ、この時間だけしか奇跡の間使えないの。私は死ぬべきなの。何を言ってるんだ、諦めるな。私なら大丈夫よ。あなたと出会い恋をして、キサナのような素晴らしい子にも恵まれた。いい人生だったわ。お前、せめて最後は愛する人の手で行かせてください。お願い、あなた。貴様ママ、私は妻を奇跡の間から連れ出し自らの手で殺めたのだ。近くで娘が見ていることも知らずにな。それは不用心すぎる。お前にそんな私の苦しさがわかるか。いやいやいや、わからんわからん。人に当たんなよ。すまない、妻を救えなかったことは今もまだ心に引きずっているのだ。気にするな、その無念しっかりと伝わった。今話したことはキサナに黙っていてくれ。分かっている。話せる日が来たら自らの言葉でキサナに伝えた方がいい。それに勝手だとは思うが、もしもの時が訪れたらキサナを連れてエデンの地下に避難してくれ。もしもの時、いずれエデンに崩壊の時が訪れる。お？今日のことか。すでにいつ起きてもおかしくはないのだろうがな。来たか、京王軍来た。なんか違うやつもいない。京王軍か。いや、あれは聖帝軍だ。聖帝軍？聖帝軍、新しいやつじゃん。この乱世を滑る野望を抱く男。あれ？え？剣豪？聖帝サウザーの軍勢だ。全然違うわ。奴は波動を歩むべく自らを聖帝と称し、強力な武力で次々と村を制圧している。そして次に奴が選んだ獲物がエデン。エデン最難だな。俺は一旦エデンに戻る。皆が心配だ。サウザーには気をつけるがいい。やつは南都政権の中でも最強の使い手と聞く。南都政権多いな。南都政権最強の男。いずれにせよエデンの未来は君にかかっている。頼んだぞ、北斗の男よ。任せてくれ。辞書から。ああ、はい。というわけで今回は以上になります。また次回よろしくお願いいたします。それではまたねー。